はい、どうも、タラリンでございます。本日はですね、先日行われました第2回村長杯のルーザーズの、リプレイデータを、クホさんが、撮っててくれたみたいで、まあ、それを見ながら、僕も、ちょうど、まあ、ルーザーズ中は実況をやってたんで、ルーザーズ全然見れてないんで、まあ、見ながら、後から実況みたいな感じでね、やらせていただきたいと思います。と言いましても、僕は、ハレさんやらクホさんみたいに、知識は全然ないんで、まあ、初歩実況ですけども、まあまあ、楽しんでってください。上手い人は、見てるだけでもなんとなく、皆さんのね、こう吸収できるとことか、いろいろあると思うんで、はい。タクヤカスミが、ハイカン投げの、で、ソボスケさんはね、何でしたっけ、ブラッドの、コスプレとかもされてる方みたいです。まあよかったらツイッターとか探してもらったら見つかるはずです。そうこうしてる間に塩いっぱいで、かすみが投げ、下段、お、中段かなんかを取りましたね。中段かなんかっていうこの曖昧さね。まあこういう感じですけど、お許しください。両方とも PS4 勢だったはずです。ブレイクホールドで、もうた、おお、お互いゲージ使い切ったが、中段系っぽいのを取った。お、腕を取ったんかな。ショーダウンで、拓也さんが、1先リーチですかね。お、ヨガ空振る。すごいよろけて、コンボが、できますね。あ、起き上がりは、しっかり対処されてます。ブラッドコンボがしっかり入って、起き上がりが特殊起き上がりですね。2発当たるやつ、下段でこかされ、さあ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 、おう、フルセットまで、お互い自先リーチですね。さあどうなりますやら、サイドアタックで開幕で下段でこかせてショーダウン、ブレイクホールドで、タクヤさんはもうガンガンゲージは使っていくタイプなんですかね。おーっと、ゲージを使おうとしましたが、タクヤさんまずは一勝ですね。はい、次行ってみましょう。はい、2戦目ですね。タクヤカスミとソウスケブラッドです。壁にぶち当て、よろ、お、そのまま投げる、ブレイクホールド。そうですね、結構もうブレイクホールドは惜しげなく使うタイプっぽいな、この感じ。投げて、お、浮き上がり系ダウンから、ソウスケさん攻める。ブラッドコンボ入れて、結構やばい状況ですよ、タクヤさん。ああ、寝っぱなしだったが、お互いほぼミリ。お、サイドアタックでタクヤさん。強いですね。次は、ソウスケさんがサイドアタック。浮かせて、ブラッドコンボ。大体半分ぐらいですかね、今。お、そうですね、この起き上がりがいやらしいですよね、ブラッドはね。投げて、起き上がらせて、お、下段は届かず。あれは強制起こしなんですかね。わかりませんけど。おお、ブレイクフローが当たって、これは勝つね。うん、タクヤさんリーチですね。下段から浮かせて、ブラッドコンボ。ブラッドコンボって言ってますけど、正式ななんか名前が、なんか呼び方が皆さんであるのかしら。浮かせて、下段中段って感じかな。お、いいっすね。ただでは負けない。だが、まあ相変わらずリーチには変わりないんでね。さあ、
下段でこかしショーダウン。配管の投げですね。おお、ちょうどゲージが溜まったところで、これは決まらない。右残っ、あ、でも、うん、さすがショーダウンできっちりと決めましたね。これでまあ残念ながら宗介さんは敗退の、拓也さんがルーダーズの次の、マッチに進出という、こんな感じでしたね。はい、ご視聴ありがとうございました。こんな感じでちょっとルーダーズのデータを久保さんからいっぱいもらってるんで、明日以降ルーザーズのマッチを後から実況って感じでアップしていきたいと思います。よかったらまたぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。